はい、というわけで皆さんこんにちは。皆さんこんにちはでございます。先週ね、飽きたと思うんですよ、デュオ発表の動画ですね。はい、まあそれがルイサナだったわけなんですけど、はい、というわけで今回やっていく動画はなんとタイマン 1v1 でリザートにボコされてデュオ解散ドッキリでございます。はい、もうガチでやばい企画でございます。まずね、内容がイカれてますね。はい、まあそもそも、まあ、1v1 で勝たないといけない企画でございます。はい、もう負けたらもう企画終了です。どういう企画かと言いますと、単純に、まあ、ルイサナと 1v1 するわけですよ。で 1v1 して、まあ、リザートはもう 1v1 が全てだと思う設定でいきます。まあ僕が勝ちます、頑張ってルイサナにタイマンでね。でルイサナ、お前俺に 1v1 勝ってないからもう無理だわ、やっていけない、俺より強いやつを組みたいからやっていけないって言って解散したいと言います。そしたらどんなリアクションをするかという企画でございます。ではやっていきたいと思います。もうね、パーティーに呼んでるんで、あとはもう通話に入るだけです。では行きます。よう、よよ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 、結構今日大事な話だから、オッケー？いいよ。まあ、とりあえず、ワンブランしたい。結構ガチで本気で来てほしい。わかった。フルパワーで来て。負けないよ、俺。いいよ。いや、ガチで来ていいよ、全然。わかった。武器なんでもいいよ。じゃあ武器はストライカーと、まあ、今ある武器、まあ2点バーストでいこう。そうだ。で、ガチの本当に真剣、もう笑いなしでやってほしいの。わかった。5本勝負でいこう。5本勝負。うわ、長いから3本勝負で。わかった。大体3本で大体全部が分かるから、実力とか。ガチでしょ。うん。よろしく。やっぱワンメイワンってやっぱ全部大会とかにおいて全て関わってくるわけやん、タイマン。うん。タイマン強いやつが強いやつって俺は思うよね。ワンマックス？わかる？言ってること。わかるわかる。うん。それじゃあ、気が合いそうだ。ガチやん、なかなか。強いね。30？オークス？まず100ね、これ。これね。はい。危な。はい。まあまあまあ、まあ、エイムはまあ、悪くはないな。ガチだから俺。はい、いいよ、全然。お互いガチでいこう。まあそもそも、まあ、1v1 で勝たないといけない企画でございます。はい、取って。やばい、下手すぎる。いやー、今のはダメだな。もうちょっとエイム落ち着いた方がいいかも。コバックスとかやった方がいいかもね、今の。そうやったよ、コバックス。いや、やっぱ合わないかな。今の引っかかるか。100？落ちた。いやちょっと、まあ今回言ってなかったんだけど、やっぱこうなるか。正直さ、 1v1 やってみてさ、やっぱ俺と合わない気がしてきたわ。なんだろう、単純に俺と釣り合ってないっていうか。ああ、やっぱ強さが、やっぱ 1v1 で全部決まるでしょ、そういうの。まあ今の現状俺にボコされてるわけやん。そうだね、確かに。そうでも、まあ、まだ分からんけどね、まだ勝てるかもしれんけど俺に。ああ結構強いじゃん。まあでもやっぱ俺には勝ってほしいわけよ、 1v1 は。さすがに。あ、確かに。そう、ディオの相方として確かに俺勝ったなきゃいけない。騙される。いや、まあまだ分からんな。ちょっと4本選手にしよう。チャンスあげろ。まだ正直に言う、これ俺に勝てなかったらディオ解散したい。ガチで言ってる。やっぱ対マンがやっぱ大事じゃない。全部対面、まあ、終盤もピースコントロールとか大事だから、やっぱ研磨と関わってくると思うんだよね。確かに。
まあ、だから、まあ、頑張って勝って俺に剣バトで、まあまあ、うん、分かった、剣バト頑張るよ。じゃあもう一回だけチャンスあげろ、あと1本やろう。分かった。いや俺もなんだろう、こういう、いや申し訳ないんだけどさ、今シーズン大事だからさ。確かに引退かかってるし。そう、いやーそこ普通の人は出てこない、やっぱ合わないな思考が。さっきより思考合わせなきゃ、合わなきゃダメみたいな。まあ全部そういうので見てるかな。ごめんリサナ、俺マジで申し訳ないけど決定ってなったけどさ、動画も出したけどさ、ちょっと解散したい。ガチで言ってる。うん、だってタイマ実際俺勝ったじゃん、結構圧倒的に、うん、合わないと思うわ。解散しよう。まだ分からんから全然試してないし。いやいや、タイマンで全部分かるっしょ。やっぱワンビアの一番強いやつが普通に実際強いと思うし、海外勢もさ結構みんなワンビア上手いやつが最強じゃん実際。まあ確かに、でもリオとタイマンはいや一緒でしょ、ワンビアが全てでしょ。もうまあ、ほらこうやってピスコンさされるわけじゃん実戦でも。確かに。ラディオ解散しよう、俺もツイートするわ。いや俺はまだ違うと思う。じゃもう一回だけチャンスあげるわラスト。いやこれ勝ったらマジでいいよ、やっぱり上から申し訳ないけど、やっぱアワーワンってやっぱ大事だと思うし、これで決めようじゃん。剣バト、うん、分かった、とりあえずやろう。解散しよう。今のも有利だったのに落ち着いてプレイしないとああいう風にワンパンされるからさ、そういうのも分かってないようやし、解散したい。やっぱりでもさ組んだのにそれって結構ひどくない？ん、だって建築やめよう、まずそこら辺から建築まずやめてほしい。何、うん、組んだばっかなのにさ剣抜で決めたらちょっとひどくないそれ。いやひどいけど、まあ俺も最初に剣抜しとけばよかった。剣抜はしてなかったじゃん。じゃあリサナも最近めっちゃ結果残しててさ強いなと思ったからやったけど、実際今剣抜やってみて俺が勝っちゃったから、俺のやっぱ思い過ごしかな。ちょっとうん、朝全然実践できてないし、でもそれ違くね。いや俺はでも剣抜が全てだなと思うし、解散しよう。ムカつくな普通に。いや別にいいけど俺は、それ違くね。俺はそういう人間だ。ほら俺が組みたいって言ったけどさ、いいよって言った後にさ解散しようって、剣抜でなるのは違くね。だから剣抜で全部見てんだよ俺はよ。いやその考えは絶対違うと思う俺は。でも解散したいって言ったら俺もういいよ別に。え、いいの？別にその考えならいいんじゃない。じゃあルイサラがさ剣抜ずっと練習して、うん、剣抜強くなるっていうならディオ組んでもいい。その考え違くね。だってそれで決める人だと思ってディオの募集行ってないからさ、普通に解散しようなら。いや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 、ワンブイワン練習したら全然いけるよ。ワンブイワン練習しよう。ワンブイワンじゃなくない別にディオって。俺はそう思ってるけど、水くんがそう思ってんなら俺は別に解散していいかなって思ってるよ今。解散していいんだ。だって違くないワンブイワン。俺は違うと思う。ルイサラ何てってれー、ドッキリでした。いや騙されたえ。いやドッキリとかじゃなくて普通にそういう考えなの。いやいやだから嘘嘘嘘だって。解散するから。いやいや 1v1 で決めるわけない。嘘だよ。いやそういう考え俺あんま好きじゃないから、普通に解散しよう。バイバイ。は嘘やって、ドッキリつってるやん。え待って、やばい、ディスコンも抜けたんだけど。え待って、やばい、は待って、抜けてったんだけど。え待って、マジでやばい。待って、 LINE します。待って、やばい、待って、そんな怒らせた。待って、ドッキリつったのに。ちょっと待ってね。はい、というわけで、LINE しました。マジで嘘、ほんまにごめん。もう一回ツアー来てほしい。やだ、やだって来たんだけど。え、待って、そんな不快にさせた？え、冗談でもエグいかな、俺がやったこと。え、待って、やばい。どうしよう。じゃあ、電話かけていきたいと思います。あ、もしもし。いや、もしもし、マジでさっきは、本当に冗談、ガチで冗談。本当に組みたい、お前と。てて逆ドッキリでした。怒ってないよ。え、どういうこと？は？じゃあ、ツアー来てくんね。いや
こうぜよ。何やねんお前、ダンピオン取ろうよ。ガチで切れてたもん。え、待って待って、そもそも逆ドッキリってどういうこと。え、俺がドッキリかけるっていうの分かってたの。どういうこと。まあ途中からちょっと気づいたかなみたいな。さすがに、さすがにおかしいなってなった。だって剣バトだけで何やないから、俺もブチ切れだろうと思って。最初ガチで化け前と思った俺のこと。一番最初の方はね、なわけないやん。なるほどね、よかった。ガチでなんか抜けてたからさ、ガチかと思ったよ。逆ドッキリでーす。はい、というわけでドッキリ失敗でした。まさかのね、ルイサナさん賢いということで、じゃあ頑張ろうな、来シーズン、今シーズンか、今シーズン頑張ろう。というわけで今回はこんな感じで終わりだと思います。ルイサナさん、最後締めお願い。チャンネル登録グッドボタンお願いします。はい、お願いします。じゃあまたねー、バイバイ。